こんにちは、シュウです。今回は三蔵法師使っていこうかなと思います。この子がね、4秒固定なんだよね。なんでめちゃめちゃ難しい。で、今ね、ツイッターで募集したんだよね。なんで、その方と一緒に、うわ、魔王来た。しかも魔王の真ん中シュウだし、どっちが本当のシュウか、うわ。これ何回かやってんだけど、私のミスとかで結構やられてて、だから何回か入ってきてくれる人、マジ申し訳ない。これはね、闇の全体入れたいね。これどうしよう。ムザルか。ムザル。うわ、ナイスもありがたい。限りなく完璧に近い。いや、ここちょ、私倒したいな。はい。まあ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 、まず様子見のパズルよ。オッケー。いや、これほんと何回帰ってきてる人、マジ申し訳ねえな。私、バインドされたりで毒やられたり、マジ本当に入ってきてる人ありがとう。さあ。まず、シュウ対決ね。まずここで見どころ、シュウ対決。どっちが、パーティーがあれだね。結構昔のキャラだね。ツイッターで、その、ここやるから入ってきてって、この三蔵法師で。で、強い人入ってきてっていうのは心の中で言っただけで、別に言ってないからね。その、文字では言ってないけど、心の中で強い人入ってきてとは言っといた。いいね。マジむずいね、これ。久しぶりにパズドラ考えてるもん、超高みたいな。なんかいつもなら適当に、昼飯うなぎみたいな感じで喋りながらぐるぐる回すんだけど、なんかむずすぎ。これ魔王って1000人しかいないんだっけ、いないんだっけ。まじきも、まあ、実質魔王みたいな。いや、ちょっと魔王欲しかったな。この前も動画で言ったんだけど、裏修羅来たらまた魔王みたいなイベントやろうかなみたいなことツイッターで言ったんだよね。なんでそうしたら私取りに行くね。まあ、取れるとはいえ、組みづらと見せかけて意外と組みやすいかも。うわ、これいい感じに組みたいね。ちょっとカッコつけたいね。うわ、ここカッコつけたいけど、無理だわ。うわ、これ光まで落としてません。ミスった。今7枚入ったら光落としたんだけどね。まあまあまあ悪くないでしょ。7コンボならいけるよね。オッケー、激アツ。今んとこ、ミスってないで。いや、これ左8コンボ吸収なんだよね。お、これ落ちて、やった、4秒パズルじゃなくなった、激アツ。さあ、頼むしで、シュウ。うわ、これ8むずいよね、出すの。めちゃめちゃ難しいと思う、8コンボ出すの。9コンボか。なかなかできないんじゃないかな。いけます？いいね、この調光の時間もいいよね。いや、そうなんだよね。1回のズレが修正効かないんだよね、この、あれだと。普通のパーティーだったり、ゼロ時の魔法。お、死んでるだったから。さあ次、魔王の方ミラーさん。あ、すごい、ちゃんとマルチブーストあるから入れてんのかな、鉱山攻めを。うち、あんまこういうマルチブーストとか意識したことないんだよね。アホアホ。これはね、例えば私指長いから任して。回復の5個十字軽減、3色以上回復はないのか。回復の5個十字どうしよう。うわ、これサムネ行きだね。何がサムネ行きかっていうと、盤面最大組むやつ現るみたいな。おっしゃけ、リーダーチェーンされてるからで、ね、さあ十字は組めなかった。いや、倒せんじゃないかな、これでも。いけそうな気がするよね。いける？あ、全然いけるわ。で、ここで、いや、リダチェン帰ってきてほしくないな。このままリダチェンされていきたかったけど。ノア。ノアって最初花火でしたっけ？花火からのルーレットだっけ？花火だ。あ、割合だっけ？おい？なんか今すごい行動起きなかった？さあ、お願いします。これ難しいね。ノアはね、8コンボぐらい欲しいんじゃないかな、倒そうと思って。こいつ結構硬いイメージ。あ、根性ないんだね。なんかノアイコール根性のイメージ。あ、なんか、あれだよね。何でしたっけ？この、うわ、いい、その日の空中落としは、これはナイスしたいわ。しちゃおう。うわ、硬すぎ！いや、ここで魔王の力見せてほしいね。あの落としでも倒せない。私の言うことは絶対である。私の言うことは絶対である。いいね。ここでのエンハンスは素敵だね。ここはマジ激アツ。いや、いい、いい。この修正力ね、今。
今多分普通に直してたら足りないからちょっと繋がるけど落としを言う。やるざっす。さあいいよ。いや久しぶりにマルチやる楽しいよね。ここカッコつけたい。いやーただカッコつけれないんだよな。チキうわーむずいな。うわここの木のあれをどうするかだよね。うわ長考したいけどあんまり待たせんのも申し訳ないから、ごいやゴリルか。どうすか、どう、みんなナイス押して。ありがとうありがとう。おじき押さない。いや全然ナイスじゃない。全然ナイスじゃない。あれなんで私こんな弱いの。あれあれなんで私こんな弱いの。パーティーが悪いのかな。この人あれだね、正確性がすごいわ。速度よりなんていうの、正確性がすごい。2回言っちゃった。いいね。で次魔王の人だね。いやいいな、魔王欲しいな。ここは私ね、さっきも言ったんだけど、何回か動画撮ってて、一個もしてたんだよね。なんか昔の感覚だとこいつ倒せないんだよね。硬すぎて。なんだけど、普通にコンボする人いて、そしたら普通にある程度削れてたね。おおと思って。もう私のこの 90% を2ターン待つ時代って終わってたんだね。知らない間に。うまい。それよく修正したん。ていうか今指長くなかった。おーすごい。そんな火力出んの無残。え、なんでなんか私のパーティーと、うわ、やばい、パスしよう。いや、でも私、あれあったっけ、ロック解除スキルあったっけ。あるなら使いたいんだけど。てか、耐えれんのかな。うわー、ないわ。頼んだ。あとは頼んだ。富岡義勇みたいなね。シュー頼んだよ。いや、でもこの人もないかな。ないならパスでいいですよ。それか追撃落として。いや、なさそうだわ。いや、ないな。またパ、すごすぎる。ただむずいね。なんだ、なんだこれ今スキル。プラリアイドプライドだって。何のスキルだろう。わかんないけど。いや、すごい。一式を出したのかな、これ。あ、出したのかな、わかんない。いや、でもまた追撃ない。うわー、すげえな。これちょっと難しいね。ここでまた、ミラーさんの交通テクニックが出るかもしれない。魔王ミラー。うわ、これ難しい盤面だね。普通にコンボしたら、根性まで行ってやられるかもしれないし。うまい。爆弾持ってきてよ、だからもう。おいおい、どうしようかな。ここはとりあえず爆弾を処理しよう。何秒、5秒、よ、4秒。爆弾処理、いや、ちょ、4秒でこの爆弾処理するの難しくない。でなおかつ私色も消しちゃうね。どうよどうよ。いやー、柔らかすぎ。プリンかよ。変にコンボして次の人に任せよう。変にコンボして次の人に任せよう。これは信頼のパス、ごめんなさい。やっちゃった。しかも私もお邪魔 100% じゃなかった。みんな私気づいちゃったね。何が気づいたかっていうと、ちょ、みんな見てて、シューすげーってなるから。ちょ、行くよ。行くよ、みんな待ってね。ここで、一回倒します。さ、実質ボスまで来たね。こいつ硬いんだよね、確か。いけんのかな、パーティー的に。サンウェイクワーカー。これなんかダンジョン改良されてる？さ、ミラーさん。これなんか武器持ってきてんのかな？わからん。あ、ないんじゃない？これ。いや、ないよね。これやばいんじゃない？さあ、来ました。レーベン持ってきてる、この方。うわー、でもこいつ硬いんだよね。多分結構難しいと思う。
割と全力コンボしても結構際どいんじゃない。しかも追撃も組まないといけないからめちゃめちゃ難しいと思う。うわ、逆に難しいんじゃないそれ。いや、これ結構難易度高いと思う。いや、その闇組みたい。いや、闇組みたいね。わかる。気持ちは痛いほどわかる。かあ、いける。いや、まだある。まだある。まだ諦めないで。まだあの方がいるからね。魔王、ミラーさん。いや、でもこれも回復遠いね。めっちゃ遠い。落ち着いたらフェゴラン使うね。回復近く来る願いで。いや、これ遠いね。多分ここしかチャンスないと思う。これで無理ならもう今日動画ここで終わります。いや、迷ったかな、これ。いや、これ結構厳しいと思う。うわぁ！いや、これ火力調整で行くしかない。いや、いける！自分を信じて。頼む、いけるっていける。いや、でもこれ見て、HP がね、80、これパスでいいんじゃない？ HP80% 以上半減だから、あれだよ。パスでいいんじゃないかな。80% 以上じゃないから HP20 倍出ないんじゃないかな。パスで、それか回復全力で間に合う？いや、そうだよね。耐えれる？お、耐えるんだ。雲ある？ある！うわ、これ決めれ。ここで魔王か。出ます。この火力調整やってこその、魔王みたいなとこ。あ、ごめんね。私やんないからハードルだけ上げるよ。なんじゃそりゃ！なんじゃそりゃ！うわ！あと一旦で溜まるんだ、ダメージ吸収向こう。ごめん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 。うわ。これはここ耐え切ればこの人勝てる。あとはパスすればいいだけ。だからこっから耐えんのマジできつい。いや、これきついよね。いや、うまい。最低限、最高限の。うわ、うますぎ。いや、でもきついんじゃない？いや、自動化あんのか。あ、自動回復ね。で、ここで、1コンボだね。この人なら1コンボする。間違いなく。傾向と対策から。この人なら1コンボする。100%1 コンボする。して。して。して。はいはい。嘘つき。優しい。で、ここでパスだ。ここでパスだね。パスするのかな？あ、じゃあさっきパス使ったっけ？いや、ナインガルダ戦で使ってないんじゃない？いや、ここパス一択じゃないかな。私ナイス送っといてあげる。ほら、パス、パース、パース。バー！何や？いや、いけるか？いや、いけるね。ああ、耐えてる。そういえば、やっぱパス残っちゃうのかな？残ってないのかな？で、ここで決めると。さあ、ラストパズル、見ます。これは長考していい場面だね。私なり2分は悩むね。いい、落とす。これ、すげえ今、盤面悪かったんじゃない？割と盤面最大近く組んでたよね。来ました。このパーティー強いな。